糸用紙は小林製薬が製造販売する歯管製装具のブランドであり、同社の登録商標である。1987年発売。1980年代初頭、欧米では歯管製装具としてデンタルフロスが主流であったが、爪用紙に慣れ親しんだ日本人には歯科医院で推奨され始めていたものの普及していなかった。このような状況の中、 小林製薬から球場に一本のフロスを貼って持ち手を設け、フロスとは反対側の持ち手の先端にピックを設けることで日本の爪楊枝と海外のデンタルフロスを融合した糸楊枝という名称のフロスピックが発売された。発売後、糸楊枝は一躍ヒットとなった。1990年代後半になると低価格の類似した製品が登場し始めた。 このような状況の中で糸用紙のフロス部分の形状が変わり複数の細い糸から構成された1本の糸を6本並べた形状の糸用紙が登場したそしてこの時から6本糸で思考を絡め取るというパッケージコピーが使われている発売当初は歯ブラシによるブラッシングを保管する用具として認識されていたが1989年に 80歳で20本の葉を残すことを目標に掲げた8020運動がスタートし、歯周病予防に効果的であることが徐々に認識され始めた。その後の健康日本21など厚生労働省を中心とした葉の健康維持に関する啓発活動による影響も相重なり、フロスピックデンタルフロス、歯間ブラシなど様々なアイテムが発売され、 歯管清装具市場は拡大の一途をたどることになった。なお、糸用事の姉妹品である、柔らか歯管ブラシは2003年の販売開始当初、糸用事のシリーズ品として、糸用事柔らか歯管ブラシの製品名で発売されて、いたが、デンタルドクターの立ち上げに伴って2006年5月に、デンタルドクター柔らか歯管ブラシに改名し、デンタルドクターのシリーズ品となっていた。 2012年3月に SSS サイズを追加発売したことに伴って、現在の柔らか歯間ブラシに再改明し、パッケージには約5年10ヶ月ぶりに糸用紙が表記されるようになったが、独立ブランドとなって糸用紙とは姉妹品の位置づけとなった。また、柔らか歯間ブラシ同様、デンタルドクターのシリーズ品となっていた。 マイクロ士官ブラシも2014年4月に L 字型の発売と I 字型のパッケージリニューアルによって独立ブランド化されパッケージに糸用紙が表記されて姉妹品となった。本節では便宜上姉妹品の士官ブラシについても述べる。士官ブラシは糸用紙の姉妹品の位置づけとなる。ありがとうございます。